どうも、必殺仕事人レオンです。今回もですね、J2 のプレーオフ第2試合なのかな、2試合目、2つ目の試合という形で清水エスパルス VS モンテリオ山形を勝敗予想していこうかなと、こういうふうに思います。2023年9月9日の J2 リーグ、やかましいよ、 C が勝手に、ね、立ち上がったっていうね、いうことです、はい。清水エスパルス VS モンテリオ山田、これは面白いカードですね。これもちろんですね、清水エスパルスのホームで行われます、はい。でもちろん清水は勝ちもしくは引き分けで勝ち上がれるというレギュレーションです、はい。これはですね、波乱ありですね、はい。清水エスパルス、この前の水戸ホーリーホークス戦に引き続き大ダメージを被る可能性があります。どういうことかというと、そうね、まあ、ただ清水もね、引き分けでもいいっていうところがね、いいんですよね、これね、かなり有利なんですよね、うん。これ勝敗予想かなり難しい。あのね、今の現状の戦力だけで言うと、山形の方がチームとしては出来上がってます、はい。やっぱり、渡辺監督でしたっけ、彼もシーズン途中からだし、清水エスパルスの秋葉もシーズン途中からなんですけども、言うてね、秋葉は監督としての歴はそんな長くないんですよ、トップチームの監督は。確かどこだっけ、水戸ホーリーホークか、あそこが最初でしょ、あそこで3年ぐらいやったぐらいなんで、そこまで長くはないんですよ。で、一方渡辺は、まあ大した実績ないんですけど、言うてでもベガルタ仙台 J1 で、指揮取ってますし、その後どこ行ったかな、レノファ山口かな、うん。大失敗したんですけども、行って、で、モンテディオという感じで、やっぱ指導のキャリアはね、やっぱり、秋葉に比べて積んできてるんですよね。はい。っていうところなんで、これはね、非常に難しい。うん。あのね、トト的に言うとね、モンテディオ山形の勝ち、だから2ですね、アウェイの勝ち2。もしくは0という形なんですよ。1はないです。ホームの勝ちはないです。残念ながら。エスパルスか、俺何回も言ってるよね。チームとしての成熟度は、たかが知れてるんですよ。うん。まあ、要は、個の力だけで勝ってきてるんでね。乾とか、チアゴ・サンタナ、あと、カルロス・ジュニオールでしたっけ、うん、カルリニオス・ジュニオか。うん。あの辺の力だけで勝ってきてるんですよ。逆に言うと、ああいう選手が抜けるとも勝てないんですよ。っていうレベルなんで、まだチームとしての成熟度は非常に低いので、とはいえ、彼らの力ってのはもうはっきり言っても J1 レベルなんで、J2 のレベルじゃないんでね。どうでしょうかね、これ非常に難しい。うん、これはめちゃめちゃ悩むね。さっきのあの東京ヴェルディと、ジェフの試合と違ってむちゃくちゃ混戦しますね。ただね、エスパルスも結局水戸戦の試合見ましたけど、個人技頼みなんでちょっとね、どうかなというところですね、はい。なのでこの試合は波乱が起きます、はい。波乱が起きます、はい。つまりモンテディオ山形がアウェーで勝つでしょう、うん。これも間違いない。でモンテディオも引き分けでは負けですから、あの最初から攻めに来ると思うんでね。で攻めるだけのタレントがいるんですよ。チアゴ・サンタラじゃなくて誰だっけ、ね、結構デラトーレとかな、まあ、結構いるんですよ。で宮城天とかね、伊坂全員、デラトーレ、藤本、宮城天、後藤、あと使えんの誰、まあ、横山スーパーサブで来るかな、うん。あとチアガウエス、そう、攻撃のタレントいるんですよ。 J2 屈指なんですよ。まあ、J1 ではきついんですけど J1 レベルでいるんですよね。でディフェンスも組織でのディフェンスっていうか結構それにすごい揃ってるんですよ、 J2 レベルではね。なのでこれはね、山形が勝ちますね。サッカー的な感じで言うとね。だから、自分らみたいなミーハーってすぐね、清水エスパルスがホームだから、いやいや、最低でも引き分けるでしょって思うかもしれないですけど、いやいや、そんなことはないんですよ。っていう感じでね。今シーズン清水ね、まあむしろね、リカルド監督がね、あれだけの失態を犯しながら、その後よく立て直したなって。20勝14分け8敗でしょ。素晴らしいじゃん。This is good for Akira。ただ、勢いだけでは勝てないと。やっぱ経験積まないんだ。
っていうところなんで、残念ながらうっせーなバイクっていうところなんでね、ここまでよく頑張った、あでも勝ち上がるのはモンテディオ山形だということを伝えます。はい、これも揺るぎのない事実なんでね、はい、っていう感じで、またですね、プレーオフの1回戦が終わったらですね、プレーオフの決勝戦もですね、しっかりと予想していきたいなとこういうふうに思います。はい、今回はプレーオフ1回戦第2試合エスパルス対モンテディオ山形、勝ち上がるのはモンテディオ山形、こういうことをお伝えします。